皆様こんばんは。5月の23日木曜日19時55分です。何をしてますか皆様。動画を撮るのが遅くなったら皆様もね、いろいろあると思うので早く撮らんとなと思って今もう撮ることにしてる、して撮ってるんですけど、左手が曲がった望月さん、左手が曲がった猫望月さんチャンネルというのがあります。私はおそばさんから紹介してもらったんですけど、おそばさんのチャンネルで紹介してくれて知ったんですけど、保護猫ですね。保護猫を元野良猫の神々ですね。元野良猫の保護猫もういいや保護猫ちゃんですね。これテイク2なんですよ。やっぱりね、2回目はねめっちゃ噛むの。ワン撮りで、いや1回撮りでしないと。あまりにもね、ちょっとゆっくり喋りすぎたからね、撮り直してるんですよ。ダメだな、なんか。まあいいや。今日満月なんですよね。で、望月さんのチャンネルを見て、満月だ、今日は、と思って、分かったんだけど、今日、望月さんの6回目の満月だそうです。で、詳しいことは、望月さんのチャンネルを見てください。なぜ、望月さんが6回目の満月の日を大事にしているのかを分かりますので見てください。ちょっと言えば望月っていう意味は名前の満月だそうです。まん丸く育ってほしいからつけたみたいですよ。で、望月さんね、最初は凶暴でね、もらい手がいなかったんだって。一匹だけね、残っていたんだってね。それをずっとね、保健所に連れていくっていうことでね、この飼い主様がね、保護してくれたんですよ。以前はバーニーズマウンテンドッグを飼われていたそうです。この子も引き取ったみたいですね。保健所に持っていくって言われて、友人が。それを引き取って、育ててくれたみたいですね。もう望月さんも愛されて、すごい愛されててね、歯磨きもしてもらって、たくさんそんな愛の深い動画があります。皆さんどうか見てください。そして、おそばさんのチャンネルで、から来てくださった視聴者様が、私に、声かけてくれたんですね。今日満月を一緒に空を見上げませんかって。それで、とてもね、ジーンと来て、これは皆様にも、ちょっと声をかけてみたいなと思って、動画を撮りました。今夜、10時52分が一番綺麗、満月が、の形になるらしいので、満月の形に10時52分です。空を一緒に皆さん見上げませんか?はい。それでは、10時52分に満月を一緒に見ましょう。あと、望月さんのチャンネルもどうか見てください。よろしくお願いします。じゃあ、皆さん、失礼します。